はい、こんにちは、レトスノーノです。6月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。学べば学ぶほど、自分が何も知らなかったことに気づく。気づけば気づくほど、また学びたくなる。これはアインシュタインの言葉です。弊社の受講者様からも似たような言葉をいただいております。最近、これまでわからなかったことがわかるようになり、楽しくなってきました。まあ、このようなね、メールもいただいております。わからないことがわかるようになってくると楽しくなるんですね。で、そうすると勉強が嫌にならなくなります。で、そうすると勉強を続けられるんですね。まあ、このようにいい流れができてくるんですよ。実際、宅建に合格するためには理解学習を行う必要があるんですけども、これも丸暗記じゃなく理解をすることによって、あ、そういうことだったのかと新たな発見をして感動して楽しくなるから勉強が続くんですね。丸暗記をすれば短期的には20点台後半ぐらいまでは伸びてきます。ただそれ以上伸ばすことはなかなか難しいんですよ。しかも楽しいことは全くない辛い状況なんですね、丸暗記学習だと。だからこそ合格するためにも理解をしながら学習を進めていきましょう。それでは本日の3問に入ります。仮登記は登記の申請に必要な手続き上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。丸か×かという問題です。答えは、これ誤りですね。で、仮登記って何なのかというと、登記申請に必要な書類が揃っていない場合だったりとか、あと売買予約で、飼い主がまだ所有権を得てはいないけれども、予約者としての権利を確保する必要がある場合。まあ、こういった場合に、早い順位番号を確保するため、まあ、順位保全って言うんですけども、そのために行う登記が仮登記なんですね。で、この仮登記には対抗力ってないんですよ。後で本登記をした時に仮登記の順位で本登記がされて対抗力を持つようになるんですね。で、少し分かりづらいなと思った方は、もう完全な登記をするんじゃなくて仮の登記なんだと考えていただければ、とりあえずは大丈夫です。個別指導では詳しく解説するんですけども、ちょっとこれ詳しく解説すると長くなっちゃいますので、今回はここまでに留めさせていただきます。まあ、とりあえず、この問題で覚えていただきたい点で言うと、まあ、仮登記であったとしても、売り主と買い主が共同して登記申請しなければいけないんだというところです。今回問題文見ると、単独で申請することができるとなっています。なので誤りということになります。で、問2ですね。宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合、A は案内所の届け出をしなくてもよい、丸か×かという問題です。A は案内所の届け出は不要ですね。A っていうのは案内所を設置してないですよね。この問題文見ると。案内所を設置しているのは B ですよね。なので A は案内所の届け出は不要なので丸だということですね。案内所の届け出が必要なのは案内所を設置する宅建業者です。つまり本問では B のみ案内所の届け出が必要です。案内所を設置していない売り主 A は届け出が不要です。意外と間違いやすい部分なので注意しましょう。で、問3です。農地を相続した場合、その相続人は農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければならない、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。相続等で農地、再造放牧地に関する権利を取得した場合、3条の許可は不要なんですね。ただし、権利取得後、遅滞なくその農地または再造放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。これイメージなんですけれども、農地を相続する人っていうのは、農業をやってた人の配偶者だったり、お子さんですよね。したがって、農機具とか農業のノウハウ、これ、ある程度持っている方が多いんですよ。そのため、農地法の許可まではいらないよって話なんですね。そもそもなんで許可を必要としてるかっていうと、ちゃんと農業ができるかどうかを判断するために、これ許可制を取ってるんですね。で、相続で配偶者とかお子様が、農地を引き継ぐっていうのであれば、基本的にはこういった農業をやるやり方とかっていうのは分かってるはずなんですよね。まあそういったことを前提としているからこそ許可不要にしてるんですよ。しかし誰が農地を相続したかっていうのは管理するためにも知りたいから届け出だけはしてくださいねっていうことなんですよね。
まあ、これが理解学習なんですよ。単に覚えるんじゃなくて、理解すれば簡単なことなんですよね。で、今からでも全然理解学習を実践できれば、今年の合格もできますんで、頑張っていきましょう。理解学習については短期講座で行ってますので、ぜひ短期講座ご検討ください。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。